はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回角度の問題3問ありますので、まずここで一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回まあテスト対策ね、角度を求める問題たくさんやってきたんですが、ここが一番難しいです、ここまでの中ではね。で、まず1番から行きましょう。で、これはですね、あることに気づけるかどうかがすごく大事で、で、まあ円周角がテスト範囲に入ってる時、みんなの定期テストね、入ってて、円が書いてない四角形が出てきたら、あれ？このタイプ？ってちょっと疑ってください。で、何かっていうと、これ、実は円の中にくっついてるんです。ちょっと書けないんですけど、こんな感じかな？よいしょ。ちょ、これ下ね、入っちゃうんだ、あれだけど。円の中に内接してる。四つがくっついてる状態になってる。に気づけるかどうか。これ気づければ速攻で倒せます。で、なんでこうわかるかっていうと、スタート地点ね。ここと、よいしょ。ここをスタート地点にした、こことここって、これ円周角90度ですよね。同じスタート地点から、こう、出た円周角ここ90度ですよね。同じスタート地点から、出てる角度が2つ角度が同じになってるっていうのは、この4つの点絶対同じ円の上にあるんです。円周角の逆を使ってるんですけど、そう、これは覚えておくといい。で、本編の方でも問題扱ってるので、よかったらそっちもね、チェックしてみてください。だからポイントとしては、こうやって同じ角度が書いてあった時は疑った方がいいです。で、その同じ角度2箇所が同じスタート地点から出てないかなって。だから出てるんだよね。あ、じゃあこの4つの点は同じ円周上にあるんだなと思ってください。で、それが分かると何ができるかっていうと、じゃあ今度、こことここスタート地点ちょっとします。ごちゃごちゃしてごめんね。時に、ここ。これ27円周角ですよね。ここのスタート地点が出てる。で、同じスタート地点から下に行ったここも27度になります。同じ円周角だからね。スタート地点固定してるからさ。ってすると、この X 求めるためにこの三角形自分は使ったんですけど、ここ。ここ X 度、ここ90度、ここ31と27足すから58度ってわかる。三角形の三つの角度揃ったので、だから、ちょっとちっちゃくごめんね。X、おっと、インクがやばい。あれか、なぞっちゃったからね。ごめんよ。こっちでいいか。X プラス90プラス、58イコール180と。で、こっちが148になるんで、右辺に持っていくと、X イコール32度と。なって終了となります。もうこれに気づけるかどうか。こうね、同じ円周上にあるじゃんっていうのがね。で、2番ですね。多分2番が一番難しいかも。わかんないけど。はい。で、2番ですね。実はこれまあ問題ちょっと拾ってきて使ってるんですけど、数字を少し変えてね。この問題答えしかなくって、途中式がなかったんですよ。で、自分が解いたやり方で紹介するんですけど、もしかしたらもっとすげえ楽な方があるかもしれない。ごめんね、それあったらちょっと申し訳ないんですけど。で、自分どうやったかっていうと、まず、弧 AB と弧 BC の、比が2対1なんですね。つまり、ここの BC の弧、ちょっと丸にするね。弧が2だった、1だったら、AB は BC の2倍だよって。で、それを書いてる時点で、絶対円周角とか中心角使うはずなの。弧が2倍になってれば、円周角も中心角も2倍だからね。だから、自分はそれを使うために、まずここに補助線引きました。こうやってね。で、そうすると、この X って、AB から出てる円周角なの。外に向かってるから。で、この今自分が作ったここの角度。ここね。ここって BC から出てる外側の円周角になってる。だから2対1なんで BC の方が X の半分になってるはずなの。同じ円周角だからね。だから今自分が引いたこの青のところ、X の半分なんで2分の X って置けるなってまずやりました。使うかどうかは置いといてね。ひとまず置かないとわからないから。で、じゃあこの後どうしようかなって考えたときに、今、
x と2分の x と揃ったから、あとここの角度が分かれば三角形の中身イコール180でいけるなって思ったの自分は。じゃあ今言ったこの角度欲しいなと思って、そのためにもう一個補助線引きました。ここにこうやって。でなんでかっていうと、これ円周角と中心角の関係で、ここの角度が分かればさ、これの半分ですよね。これは前のテスト対策見てください。このスタート地点からの中心角と円周角だから、じゃあそこの角度欲しいな、出せねえかなと思った時に、今ここに補助線引いたことによって、下の細長い三角形、ここ両方とも半径だから二等辺三角形なんだよね。つまりここ24度ってわかります。24ってわかったから、ここの角度わかりますよね。足して48だから、180から引いて、132度。あの、丸の部分がね、合ってるかな ?48 だから大丈夫ね。じゃあ、自分が欲しかったこっち側の角度は360からこれ引けばいいんで、228度。となります。で、それの半分だから、ここが114度。よいしょ。って分かったと。よし、揃った。だから、X と、この、こっちの三角形ね、ここね。X と、2分の X と114度を足せば180度になるはずだと。三角形3つだからね。なんで、あとは式解きます。X プラス、2分の X プラス、114イコール180と。で、ここ足すと、これ2分の 3X ね。これ 1x は2分の 2x と一緒だから、通分して2分の 3x。114を右辺に持ってって、180とくっつけると、66。こうなります。で、両辺3分の2かけてもらったら、これ消えるから、x イコール、ちょっと省略しておくよ。かける3分の2。計算すると、x イコール44度。となって、これで終了となります。まあ最初にも言いましたが、もっと簡単な方法あったらちょっと申し訳ないんですけど、こういう弧の比が出てきた場合は、今円周角ね、使ったけど、円周角の比も同じです。AB が X だったら BC はその半分、弧は半分だから、円周角も半分になるよって。で、一つの三角形の中に、もう X しか使ってないから、X と2分の X 使ってるからね、ちょっとややこしく感じますけど、でも、X、2分の X114 が揃えば、こうやって式を解いて求めることもできますので、まあ、こんな感じで、よかったら参考にしてみてください。で、ラストね。ラスト。まあ、これもね、簡単じゃないんですけど、まず、これ、円がこっちにあるので、わかる角度ちょっと書き込みましょう。例えば、ここ。これ X だよね。なんでかっていうと、こことここ、C と D がスタート地点の円周角だから同じ X になるはずだと。で、もう一個。ここ。これ Y だよね。なぜなら、A と B をスタート地点にしてる円周角と円周角だから同じ Y になるはずだと。まぁ、ちょっと、あと他もあるんだけど、ちょっとここまでにしておきます。で、今回ね、これ X と Y 両方出す問題なんですが、なんで取り上げたかっていうと、まあ、X と Y 両方出しなさいっていう問題、普通にあると思うんですよ。でも、大体が、あ、X 先に出せました。あ、次 Y も出せました。って、それぞれ出せると思うんですね。でも、この問題って、X、Y 同時に出さないといけないんですよ。ちょっと X だけとか出せないんですよね。そう。まあ、やり方あるのかな?ちょっと自分がわかんなかったんですけど。じゃあ、どうするかっていうと、連立方程式使うんです、これ。角度の問題なのにね。で、例えばどう使うかっていうと、X と Y、文字2つ分答えを求めたいんだったら、式が2個必要です。絶対に。2個の文字を求めたかったら、式は2個。文字が3個だったら、式は3個必要なの。基本的にね。で、今さ、例えば、ここの三角形、見てください。ここのさ、X と Y ありますよね。2個の内角を足したものは、残った内角の外角と一致するから、X と Y 足したら77になるはずなの。だから、式としては、X プラス Y イコール77って式が作れるはずなの。ちょっとドア取っちゃってるけどね、全部ね。X 足す Y は77。もちろん、これはちょっとピンときにくい方は、例えば、77のお隣さんじゃん、ここ。
だから180から引いて103度って出します。で、三角形の中全部揃ったから X と Y と103足したら180じゃないですか。書こうか。 X プラス Y プラス103は180って、多分数学苦手な方なんかはこっちの方が分かりやすいと思います。下の方が。で、これ103右に移行すれば上と同じ式になりますからね。だからもちろん下からこの式から作っても構わないんですが、まあ、時間短縮になるんでよかったらね、こっちへパッていけるといいかなと。で、式が1個できました。じゃあもう1個作りたいなって思った時に、色変えるね。まあ、ここじゃなきゃダメっていう決定はないんですよ、別に。違う三角形を使ってもらえばいいんだけど、まあ、ここ簡単かなと思って使います。この青の三角形です。で、これは、ここに内角23、ここに内角 X、内角2個足したものは、残った内角の外角と一致するから、X 足す23は Y になります。X 足す23は Y です。で、これ、移行してまとめると、X-Y は -23 と、式ができて、2個式ができたでしょ。だから、これ、連立解いたら絶対出てくるの、XY が。っていう、連立を使う角度の問題がたまーに出てくるので、ぜひね、やり方覚えておいてもらえるといいかなと。で、これね、まあ、足しても引いてもいいんですけど、足しちゃいましょうか。足して、2X イコール、54。下入るかな？あー、ギリかな？ちょっとこっち行こうか。両辺2で割って X イコール27と。で、まあ、どっちでもいいんですけど、上に入れましょうか。X のところに27代入すると、27プラス Y イコール77なんで、Y イコール50となるから、X イコール27度。そして Y イコール50度と。これで終了となります。まあ、ここに出てる問題、1番はね、よく出てくるんで、これは絶対ね、できるようになってほしいんですけど、まあ、2番、3番、数学が例えば苦手な方は、まずこれは絶対、頑張って、1番は。で、3番のやり方はできたら覚えてほしい。で、2番は本当余裕があったら、優先度的にはこうかな、個人的には。そう。で、結構レベルの高いところを狙ってる方なんかは、この解き方は絶対覚えた方がいいです。2分の X は使えますけど、まあ、もちろんもっとね、簡単な方があったら本当申し訳ないんですが、まあ、全部かな。やっぱり、難易度、レベル高いところ狙う子はね、とは思います。まあ、ひとまずね、解き方はこんな感じでやりましたので、よかったら参考にしてみてください。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。